ハマリュウシリーズ、わーわー、はい、どうもお久しぶりです、リュウジです。はい、今回始まりましたこのハマリュウシリーズのまず企画説明から行います。このハマリュウシリーズなんですけど、まずリプレイの、縮小版ということで、毎週1回ハマチさんと僕で、対戦をしていく企画になっております。はいはい、でですね、この、1週ずつ、戦っていく、1週に1回ずつ戦っていくんですけど、7週にわたる企画ということで、まず4マッチ勝った方が、勝ちになる、企画ですね。そうですね、はい、えらい長丁場ですね。日本シリーズにちなんで7戦って言ってました、ね。はい、ということで、4勝した方が勝ちなんですけど、負けた方には罰ゲームがあるということで、そうですね、すぐ罰ゲームしたがるよね、このすぐありますよね、本当に、もう何かあるとすぐ罰ゲームなんで、そうそうそう、仕方ないということで、やりますけれども、負けないように、お互い頑張っていきましょうということで、随分でも、リュウジ久しぶりの出演じゃないの、これ。そうですね、149回で干されてから、一度も出演することなかったので、そうだ、多分何人かは生きてたんやなってなってると思う。そうですね、はい。このリプレイだけでは多分リプレイじゃなくてハマリュウシリーズですね。リプレイみたいなもんですけど。みたいなもんとか言うなよ。リプレイですけどね。はい。2人でやっていく予定なので、またよろしくお願いします。はい。はい、はい、リプレイ、まず1本目ですね。今回、僕と、ハマチさんで、リプレイを取って、対戦しています。で、右側が僕が、青赤の、テンポで、青赤フライングビート。っていうんですかね、グランプリで斉藤智春さんが使ってた、飛行クリーチャーと、火力 の, あのビートダウンなんですけど、ハマチさんが使ってるのは僕は順位トップ4のバントカンパニー、人間型のバント人間、バント人間にあれですね、変異エルダージ入ったタイプ、変異エルダージと反射魔導士のコンボが入ったバント人間かな、はいはい、あのコンボ結構きついんですよね。同型だと変異エルダージがかなり強そうですよね。そうね、だバント人間って基本的にその人間しか入ってなかったんですけど、その変異エルダージが入ることによって、自分のサリアの副官をブリンクし、そうですね、戻したり、その反射戻し戻したり、ハーフロックかかるからね、反射戻し、そうですね、あれを除去できないでっけ、かなり苦戦を強いられるんじゃないかなと。今とりあえずこっち止まっちゃったんですよね。僕がワンマリガンで、進んでたんで、途中止まったんですけど、カウンターでとりあえずここでは、3枚目どっちも引けたので、攻めていければなと。僕これ森あると思って一旦スレーベの調査官でしたら森なくてね、はい、2マナ22がいまだに出てないという。ここで出るんですかね。ようやく出たか、ようやく、スタックで、スタックで除去、ちょっと場のクリーチャーをちょっと除去していけば、ハンドに黄金矢の挑発者はあるんで、土地さえ引ければもうちょっと攻めていけるかなと思ったんですけど、ちょっと4枚目がまだ引かない状態なので、ちょっと苦しいですね。それで飛行が多いんで、基本的にこっちの2万のクリーチャーのアタックが通るんですけど、それでも基本的に人間側の方がサイズがすぐ大きくなるんで、黒く負けしないように。そう、これ2体目じゃなくて3-3になるとずるくないですか。そういうカードやからね。じゃあダイスを気間違えて4-4になってたから、はい、なんかこいつの強いところで別に後で出しても先で出しても、そうだね、いちいちで出してもね、そうですね、今みたいになんか2体目出せば3-3になりますし、クリーチャー出てくるだけで、強化でされるんで、ここでも引かないですね。ここ引いてたら結構違ってたんですけど、引かない、こんだけ止まってたらね。そうですね、6万ありますもんね。ライフがさっぱり分からへんけど。ライフね、そろそろきついんです。で、エンド前にまた出したんですけど、そろそろカンパニー、通るときに打っとかんとね、さっきみたいに X2 とかやったら、2って払えるけど、これな、めくり方も良かった。強いですね。ラムフォルトがこのマッチめちゃめちゃ強いんですよね。2体出たらね、そうですね、カンパニーって感じで。2ターン目に出されると、で、
もう対処できなくなっちゃうんで、ここでちょっと泥コマで今のうちに何かやる、はい、なんか殺そうかなと思ったけど、はい、確かライフが8やったから、はい、黄金矢で死ぬし、そうですね、4点火力で死ぬし、いいことないなと思って、うん、でここでも結局引かなかったんですよね。まあ、4万の4キロだとどうせ死んでるけど、はい、4点火力で死ぬのはちょっと恥ずかしいなと。まあ、ここでまあ除去されたら負け状態なんですけど、まあまあまあ一応カウンターだけ持ってて、これはしのいで、まああと何もなかったらまあ次返しでブロックシャドウ殺せるなと思ってたんですけど、ハンドが変異ルドラジだったんで、はい、まあブリンクされてブロックが良くなって終わる、そうですね、投了と。はい、じゃあ次行きましょう。はい、2本目、今度はまあ、まあ負けたんでまた僕の先手で、そう、またマリガンしてるよね。こ、そうですね、この時もマリガンしてますね、ワンマリガンで、まあちょっと厳しいですけど、まあ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 、どんだけ除去と、まあ、クリジャーうまいこと引けるかになっちゃうんですけど、このマッチなんかあの青がかなり厳しい感じするんですよね、やってると思ったんですけど。そうだね、2マナ行き次第かな。まあそこですね、あのラムホルト除去できないんですよね。うん、そこがちょっと厳しいなと言ってたらラムホルト、はい、いやこれね大体負けそうなんですよね、この時点でサイズがね、はい、2-1 と3-3やから、うん、で本来このライフを詰めるために使わないといけないあの極上の演技をラムホルトに打たないといけないっていう、まあ、なかなか苦しい状態なんですけど、何もないことに変えて本体打たなかった、うん、まあそれもありだったんですけど、結構飛行クリーチャーがいたんで、まあ、これがいたんで、あの、うん、大声の挑発者がいたんで、まあ、ちょっと殴ってこられるとライフ多分持たないなっていう感じだったんですよね、うん、僕の中で、うん、確かにね。で、まあ、あとのクリーチャーチャンプに回すくらいだったら、まあ、先にも使っちゃってっていう感じですね。でこの時に2-2を2体出すっていうプランもあったんですよ、じゃあ2-1か、うん、2-1飛行2体出すっていうのもあったんですけど、うん、それはどっちが良かったかなっていうのはちょっと、まあ、あの総の乗り手と2-1-2体の方が良かったんじゃない、なんかそうですね、ダメージ食らう量もちょっと少なかったですし、まあ、あのダメージレス考えてもちょっと惜しくなかったかなっていう感じはしましたね。ただあの次にあのあれですね、牧場の演技があれば、じゃあ土地はないのか、でもまあでも2アクション後でなんかしやすい方残しておきたかったなっていうのがあったんですよね、はい、まあ、まあ、でっかい方からでっかい方からというか、うん、まあ、4-4にして4点火力で死ぬのもかわいそうやから、まあまあ、まあ2体強くしようと思って、はい、カウンターはちっちゃい方に置いて、うん、でここでのハンドが2-1瞬速とあの闇住まいなんですよまたそっち持ってるんですけどまあ、マリガンして5万のまで行こうと思ってなかなか、ね、まあまあまあそうですね、うん、こうちょっと迷ったんですけど、まあ、これなんか普通にチャンプしてもなんか特に仕方ないんで、まあ、こっちで止めようかなと、まあ、別に看板にここで打たれるんだったら打たれるんで、まあ、うん、いいかなと、まあ相打ち取れたんで、まあ全然相打ちで、はい、ライフも6しかないから、そうです、これもね、やっぱもう中体ってなんかスタンダードで一番強いカードな気がするんですけど、今2体めくれたらね、はい、強い、うめくり方もなんかもう90点みたいなめくり方しちゃう、絶対ダメなんですよ3マネーキが、はい、途中なんですけど、これってダメランばっかで結構ライフ食らってるんですよ、ね、なんで出すのに1点食らってんの、そうですね、はい、でこれ3点くらい食らってるんで全部で、まあ、耐えれてないんですよね、そうね、副官がもう66なんですよね、うん、でかいね、はい、結局あれをこう対処、あれに対処できるカードっていうのが、まあ、デッキに存在しないんで、まあ、あれかわせれば、まあ、よかったんですけど、まあ、確かもライフ5ぐらいしかなってないですね、4ですね、4か、はい、地理品、まあ、テンプル伏せて、はい、ほぼ、はい、ドロコマとカンパニーがあるからね、ほぼ、はい、そうですね、
積んでるな。いや、こっちのライフが 8といえど、はい、でハンドがまあ土地と懲罰者なんで、まあ、さすがにもうどうしようもないなという感じで、まあ、投了ですね、はい、というわけで、藤流シリーズでしたっけ今思い出しましたけど、は、あの1戦目僕の負けでした。はいはい、リュウジの負けです。というわけで、あのこんな感じでやっていくらしいです。はい、I'm カードナード。はい、カードナードのコーナーでございます。黒田さんとのトークがしたかったんですが、グランプリ台北に参戦されたりで、ちょっと都合が合わなかったので、今週は僕一人で、次回以降に使おうと思っているデッキについて語りたいと思います。そのデッキのキーカードはこれ。はい、じゃあ今回僕が使用するデッキを紹介します。このインベージョンの限定対戦では、こちらのグリクシスならぬクローシスからのデッキですね。粛清するものクローシスが出てきたことで、当時は青赤黒のカラーのことをクローシスカラーと呼んでたわけですけども、このクローシスが、まあ、一応1枚だけ入ってますけども、主役はそれよりもどっちかというと、この5マナのソーサリであるボイド。はい、このボイドなんですが、主役は先ほども言ったようにこの黒ボイドです。この5マナのソーサリは、まあ、数字を1つ指定して、でその数字に等しいマナコストを持つ、クリーチャーとアーティファクトを破壊して、その後対戦相手の手札から、そのマナコストに等しい数の、カードを全部ディスカードするという、なかなか他に類を見ない能力を持ったカードですが、まあ、前回の僕のカードナードコーナーでもこのボイドは熱いなってスタッフとね、語ったりしてたので、まあ、これを使おうと思いました。当時はこのボイドデッキを、まあ、組みたいっていう憧れはあったんですけど、例えばこの仮想のゾンビとか、このアンダーマイン、虫歯みですね。この辺、あとウルザの激怒、この辺も4枚揃えるのが、まあ、中学生にはなかなかハードルが高かったので、組めなかったってことで、まあ憧れのデッキでもあったわけです。まあ今となってはこの辺のインベージョンのカードも、まあ特に使うそのフォーマットがないということで、まあお安くはなってる、お求めやすくなってるので、このまあ子供の時に買えなかったものを大人になってから買ってデッキを組むみたいな贅沢を楽しんでみようと思いました。デッキの目指すところはコントロールデッキです。この5マナのボイドで盤面をバーンと流して相手の手札も落として、自由を奪い、そのままゆっくりと仮想のゾンビで殴ったり焼いたりして勝ったり、あるいは、このウルザの激怒ですね、これを本体に2発キッカー込みの、10点10点で勝つ、そういうのを狙ったデッキです。特に熱いのはやっぱり、ウルザの激怒を序盤で除去として使い捨てて、後からヨーグモスの行動計画を張ってからの、墓地から唱えて、キッカードーンみたいな動きが熱いですね。相手は墓地に、このウルザの激怒が2枚並んでて、そして戦場にはヨーグモスの行動計画がある。そして僕のランドはあと 10枚、あと2枚ランドを置かれたら、10点10点ビームが飛んでくるみたいなプレッシャーの中で戦うことになると思うので、なかなかしんどいんじゃないでしょうか。あとは調査とかね、これなかなかいいカードです。3マナで、3枚引いて2枚捨てるだけのソーサリーなんですけども、キッカーを払うと対戦相手も2枚ディスカード。僕は序盤にいくら手札を捨てようが、ヨーグモスの行動計画、さっき言ったようにそれで拾ったり、仮想のゾンビが墓地に落ちるとこいつもまた手札に返ってくる能力を持ってるのでアドバンテージ取れます。あとはまあ、虫歯みと、そうですね、跳ね返りの青黒の3マナインスタントコンビ。これはたしなみみたいなもんで、そして嘘かまことかファクトアフィクション。この環境でこのカードを使わないのは損かなと思って入れてあります。まあ、割と一般的なレシピかなと思うので、当時、虚空デッキを回した人も、お、懐かしいなと思うんじゃないでしょうか。これがインベージョンブロック構築になると、プレーンシフトとかアポカリプスのカードも入って、もっと、例えば、そうですね、収支が入ったりとか、いろいろ選択肢は広がるんですけども、まあ、インベージョンオンリー構築なので、こんな形になりました。
今でこそね、ゴルガリー的なキャラクター付けをされて、見どころ大好きみたいな僕ですけども、インベージョン当時、そんなに緑のカード好きじゃなくて、実は。黒は元から好き。そして攻撃的な赤も好きだったので、こういったメンツをね、ずっと使いたかったんですけども、当時はね、このさっきも言いましたけど、ウルザの激怒をはじめ、なかなかカードを集めることができなく、組めなかったデッキです。なので、その時の思いを、今回このボイドデッキで晴らそうかなというところです。黒田さんの首をこれで書こうかなと思ってますが、さあ黒田将広がどのデッキを持ち込むのか、次回をお楽しみに。こんな感じかな。いやー、ホム先生ね、学校のテスト問題とか作るってもなかなか大変な仕事っすよね、ホム先生、ほんと。そうですね。僕の作ったラブニカ歴史問題もみんなあんまり答えられなくて。なるほど。すっげえ大根ですね、ホム先生。なるほどね、そうなんですね。ラブリカ歴史問題とかね、確かにむずそうではあるけども、こう、生徒にね、マジックとか、いろんなものを教えるってのは大変ですよね。やー、でもチャイムの声真似に比べたら簡単ですよ、さすがに。チャイムの声真似、チャイムの声真似くらいって簡単？あれ結構大変なんですか？あれはテクニックいるんで。テクニックいる。なるほど。そうなんやな。でも、教えるの方が大変やと思うよ、俺は。これでいっか。ガラガラ。ガラガラ？お。先生。はい。いや、職有沢員君、室？職員室やで、ここ。ちょっと、ノックしなあかんよ。ノックするもんないですよ。ノックしな、まあ、とはないことやけど、でも、ホム先生は基本的に裸族やから、ホム先生、服着てください。あ、ごめんなさい。そう、ノックしないと危ないことがあるからさ。USB のベルト見えてる。エアドリブ来た。はい。どうしたの？私服やん。珍しいな。いや、それはまあ、それは置いとく？それ置いとく？制服忘制れ服忘れた。今日学校の日じゃないけど、どうした？今日はね、ちょっと仕事帰りで。おお、仕事帰り。リアルな。どうした？みのりんはやっぱり、なんか、なんだっけ、違うゲームやってるじゃないですか、カそードうやゲーな。ム。やってやってる。で、キーだけやっぱり、いや、ほんまにルールわかんないし、置いてけそうぼやりだな。しって今なってるし、確かに。そう、なので、なんやったらもうボコボコにされそうやもんな、そこう、のままだやったら。から、ね、さすがに、ボコボコにされるのは嫌じゃないですまあか。嫌やな。確かに。なので、今日は、キーも、ちょっとコソ練をしようと思いましこて。それこそれんっていうの初めて聞いた な。本当ですこっそりか？練習するってここっと？そり練習をしようと思いまして。やる気あるやん。いや、だいいよ。から、ちょっとまあね、教えてほしいなああ、と。いいですよ、もやっちろん。た！じゃあ、ちょっとホム先生もいるんで。お！ホム先生、じゃあよろしくお願いします。先生服だけ着てくださいね、服着ちょってと。よ。はい、じゃあ、相坂さん。い。ホム先生が付き合ってくれたことなので、ありがとうございます。がっつり、はい。こそれんしちゃいましこょう。そこっ練そしりとまね。す。はい、じゃあ、まずマジックのゲームを開始しますが、はい。そう、みのりんはね、これマジックが元にあったゲームやってるから、大体ね、分かってるんですよ。そうなんそうでそうす。そう。だからまあ、このこそれんも、そこまでこっそりしたもんではないかなというふうに。彼女もなんか和歌山の人たちに教えてもらおうとか言ってたから、そうなんですね。裏でこそれんしてる可能性もある。いや、してるしてんるよだ。ね。はい、多分ね。はい、というわけでマジック開始しますが、じゃあ先生が付きっきりどうしてるので、多分大丈夫だと思います。ありがとうございはい、ます。マジックはまずデッキがありますね。この間組んだね、一緒に。組みました。はい、そのデッキからまずシャッフルガーッと混ぜて、ランダムな状態にします。イカサマダメだからね、杖の上に持ってくるとかそういうのダメで、シャッフルした上で7枚のカードを最初に引いてゲームを開始します。ホムの方に7枚あるので、お互いまず7枚引きましょう。そしてその前に知らないといけないことが、サイコロを振ってください。3、じゃあ本が振る。2。はい、じゃあ有坂さんの方はダイスの目が大きかったので、先攻か後攻かを選びます。どっちがいいんでしょうか？この場合は先攻でいきましょじゃあ先攻で。う。はい、基本的には先攻の方がいい感じ。たへまにね、高校の方が強いゲームとかもあったりするんやけども、え。そこら辺はね、難しい話になるんで置いといて、はい。はい、先手後手決まったので、この7枚の手札をじゃあ全部持ってください、一回。見せないよそう、見うに。せないように。7枚持てる？持ったよ。
手ちっちゃいとなかなか大変なんですよね。カード持ちきられへんからあんまり大きくはないんですけど、まあ全然持てます。はい、じゃあ7枚持ちました。はい、で、マジックはその7枚の手札を見て、はい、もしこの手札が気に入らないってなれば、もう一回これを全部混ぜてビシャッと混ぜてシャーってシャッフルしてから引き直すことができます。優しい。そう、引き直すと正しいペナルティで6枚になる。7枚から。あ、そうなんですね。で、6枚が気に入らなかったら5枚にしてもいい、4枚にしてもいい、0にしてもいい。それはただバカやけど、まあ、そういうこともあるゲーム。はい、で、僕が見た感じ、はいはい、その手札はなかなかいいので、はい、キープと宣言しましょう。キープで。はい、コムさんはどうですか。じゃあ僕はマリガンします。1枚減ったでしょ、ほら減りました。どうですか、いけそう。いきます。はい、じゃあ始める前に戦術位置を行ってください、コム先生。はい、そう、6枚になったらかわいそうやから、はい、デッキの一番上を見ていいね。優しい。一番上を見て下にします。上にするか下にするかで、まあ、いらんカードやったら下に置くみたいな感じで。はい、じゃあゲーム開始です。はい、はい、まず挨拶しましょう。お願いします。お願いいたします。いいね、やっと始まったからあるな、はい、長かったです。長かった、ここまで。はい、じゃあ有坂さん先手なので自分のターンでカード、はい、毎回始まった時に最初にカード引けんねんけど、はい、先に始める人は引くことができません。はい、なので自分のターンがいきなり、そのメインっていうところがあります、はい、メインで取れる行動はいろいろあるんですけども、はい、まずは土地カードを1枚置きましょう。あ、ではでは、この手札だったら僕は山を置くのがベストかなと思います。これです。山はそれ、これですね、うん、それマウンテンで書いてるけども、さあじゃあ山を出してください。はい、はい、自分のターンが来て毎回メインっていう時に土地を手札から1枚バインに出せます。はい、でこれをタップすると前におっしゃったようにこの赤マナが1個出てくる。で手札を見てください。いった。そう、赤マナ1個唱えられるカードが、はい、そのイケメンと実はもう1体おんのよね。こういった、そう、こいつ無職の1022、はい、どっちか好きな方を唱えることができますが、はい、ここはもう好きな方を出してください。どっちがいいのかな。まず最初に活躍するのは、イケメンの方が動くかなって感じ。じゃあ先生の言う通りに素直な子や。どこに置けば、とその土地の前に置いたらいいよ。はい、そう、そこに。はい、1マナで、名前傲慢な新生児か。はい、キャストしました。で、この後取れる行動が特に何もないので、エンドと言って、ホムに手を向けてください。エンドです。はい。こんな感じで合図すると分かります。はい。はい、じゃあ、ターン終了して、ホムのターンが始まります。ターンあります。アンタップ、アップ、キープ、ドローします。はい。ホム先生、ドローしました。じゃあ、僕は、沼を置いて、ターン終了します。はい。ターン返ってきました。はい。じゃあ、自分のターンでまずやることは、この、横になってるカードを全部起こします。まずはあ、よいしょ、アンタップ。はい、でアップキープっていう時間帯があんねんけども、はい、アップキープに何々しますって書いてるカードは特にないので、はい、すっ飛ばして、じゃあドローしましょう。カード1枚上からですね。うん、はい、はい、引きました。はい、でメインに入ります。はい、じゃあ土地を置いて置きますね。プレイできるカードをプレイしていきましょう。森を置きました。森を置きました。で、2マナのカードは手札にあります。これですね。うん、じゃあそいつを唱えてみようか。はい、前に置けばいいです。そうそうそう。はい、前に置いて、はい、土地を寝かしましょう。よいしょ。はい、2マナ出て、このクリーチャーが出てきました。こいつは04なので、パワー0。はい、攻撃まだしてもダメージが与えられない。あ、そうなんですね。で、マジックのクリーチャーっていうのは、こう今みたいに出てきてから、一旦またいで帰ってこないと攻撃参加できない。はい。だからさっきのターンに出したこいつは攻撃できなかったけど、このターンはもう攻撃に行けます。あ、そうなんですね。うん、じゃあ生まれて初めての攻撃をしてみましょう。攻撃に入りますってホモに向かって言ってください。攻撃に入ります。どうぞどうも。じゃあ攻撃に入るクリーチャーをこうやって相手に向けて横向きにして、こいつで攻撃っていう風に宣言してみましょう。はい、はい、実際やってみてください。攻撃です。はい、じゃあ何もありません。はい、何もなかったら、はい、点受けます。こいつのパワー分、ホムがダメージを受けます。はい、はい、20点で始まったライフが19点に減って、19点、はい、はい、まずは先制攻撃決まりましたね。わーい、先制の1点が入って、そしてこのターンは特に何もできないので、じゃあターンエンドを宣言しましょう。ターンエンドです。はい、はい、じゃあハンタップアップキープ、ドローします。はい、じゃあ森を置いてグール呼びの共犯者を出します。はい、ターン終了です。はい、相手の場には22が出てきました。はい、22ということはこの12じゃ勝てないね。
そうですね、うん、1点しか与えられなくてこっちが2点くらって一方的にやられちゃう。あ、ただあの2-2もこっちに0-4がいるからキャッチされてしまうから、うんうん、なかなか殴ってくることはできない。あ、そうなんですね。っていう感じの状況になってます。はいはい、じゃあターンを迎えたのでアンタップしてドローしましょう。アンタップしてドローします。はい、さあ、これで、3枚目の土地が置けますけども、じゃあこれにします。出したいカードがどれかやな。ここは好みやね。2種類プレイできるけども。あ、ほんとだ。うん、とりあえずその山を置いて。山置きます。それ、ね、うん、置きました。はい、3枚目の土地置きました。はい、さあどのカードにする。ここは好みでいいよ。でもね、多分一番強いのはこれかなと思うけど。それ一旦我慢してもいいかな。先に赤い方から出してもいいかもしれない。じゃあこれにしますね。はい、じゃあ赤い方からいきましょう。じゃあ読んだので3マナタップしてください。はい、 OK です。はい、じゃあ3マナで、まあ殺人事件を犯したおっさんが出てきました。はい、はい、彼は裏面を持ってます。アップキープって言葉が入ってるので、おそらく次のターンとかその能力が誘発するかなと思いますが、はい、このターンはアタックにしても死ぬだけなので、エンドっていうふうに宣言しましょう。エンドです。はい、はい、いいね。じゃあワンタップアップキープドローします。はい、沼を置いてターン終了です。お、さあ、じゃあアンタップでアップキープ。はい、そいつのカードのテキストを読んでください。はい、各アップキープの開始時に直前にターンに呪文が唱えられていなかった場合、気血殺人犯を変身させる。はい、ホムはさっきのターンに呪文何も唱えずにターン終了しました。はい、でアップキープがやってきたので、はい、気血殺人犯能力が誘発して変身します。おお、変身すると裏面のクリーチャーに変わって、サイズが2-2から4-4に、あ、強くなりました。そう、強くなりました。さあ、強くなったところでドローしてみましょう。はい、カード1枚引いてみよう。はい、引いてみます。はい、わあ、かわいい。それ気に取ったね、この間も。あ、本当です。うん、かわいい言ってたよ。覚えてない。短期記憶。はい、じゃあ、はい、ここでさっきと同じように土地が置けるんですけども、はい、ここで土地を置く順番をちょっと変えてみましょう。はい、おお、まずはこの3マナのクリーチャーを戦場に出してください。はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。3マナなので3マナ分タップしてください。はい、1-2-3と。で、これで、不屈の追跡者ってクリーチャーが出てきましたけれども、はい、こいつのテキストには土地があなたが戦場に出すたびに能力が誘発すると書いてあります。はい、じゃあその手札に土地が1個あるのでこのターンも置きますね。あ、置けますね。はい、まだ置いてない土地を置いてください。はい、はい、置いたことでやりましたね。ここで、はい、手がかりトークが出てきました。はい、これね、土地を置くたびにこの手がかりっていうトークを得れていけるので、はい、すごいお得です。お、でこの手がかりは、はい、今は使えないよね。1マナしかないから。そうですね、こういうふうに2マナあるときに、うん、2マナ払ってこれをポイって捨てるとカードを1枚引くことができる。へえ、お得でしょ。お得で、カード1枚引いたらこいつのサイズが3-2から4-3にアップします。へえ、もう1回やると5-4、6-5とどんどん大きくなっていくので、すごいですね。すごく強いカードです。はい、はい、これが出てきました。はい、で、手がかりも出てます。はい、で1マナ余ってます。はい、じゃあ1マナのカードって普段にあるし唱えようかなっていうふうに思うねんけども、はい、ここでね、注意してほしいのが、こいつの能力を読んでください。はい、各アップキープの開始時に直前のターンにプレイヤー1人が2つ以上の呪文を唱えていた場合、夜勤の方向者、うん、方向者を変身させる。そう、このターンすでにこいつをプレイしてる、唱えてるのに、はい、もう1枚この1マナで、はい、こいつを唱えちゃうと、はい、2つ唱えたことになっちゃうのよ。はい、そしたらせっかく4-4まで成長したのに戻っちゃうの。またね、満月が下がってやだ2になっちゃうので、ここはこいつを唱えるのを一旦我慢しましょう。わかりました。で、このターンの攻撃に移れますが、はい、さあ、じゃあ、あいつ2-2、止められても全然大丈夫なので4-4で攻撃してみましょう。4-4、こいつですね。はい、攻撃します。はい、タップしてください。はい、はい、じゃあ僕はこのまま4点受けます。
はい、ホームのライフはこれで15かな。はい、15です。おー、キーちゃんはまたノーダメージなんで20のままです。20ですね。20って書いてて。はい、はい、で、このターンは特に動かないので、じゃあターンエンド宣言しましょう。はい、ターンエンドです。はい、はい、じゃあアンタップアップキープドローします。まだ大きない。あ、そうなんだ。そうそうそう、あ、そっか。苦しそうやな、ホーム、リアルに。じゃあ1マナで、浄土のドライヤードを出します。はい、1マナ1、2、はい、で、僕はターン終了します。はい、ターン終了。じゃあアンタップなので、さっき攻撃に行ったそいつもアンタップしましょう。おかえり。そうで、今タップ状態やったから、もしホームがこいつでアタックしてたら、うん、こいつではブロックはできません。他のメンバーでブロックすることになるみたいな。そうなんだ。あ、そっか、うん、こいつは今もう何もできない状態になってるね。疲れ果ててる感じやね。うん、アタックいったから俺は働かんぞみたいな。ああ、わかりました。分かってきました。ちょっと分かってきた。はい、はい、というわけで、じゃあドローしてみましょう。はい、引きます。おお、強いカード来たね。それ唱えてもいいね。今唱えます。唱えてもいいし、うん、あるいは唱えずに、その貯めとく。そうやね、持っとくのもありやな。ちょっと持っときます。その辺は好みかな。そいつ、それを唱えるか、こっちを唱えるかの二択やけども。じゃあ、なんかね、他に弱いのしか入ってなかったら怖いので、うん、あるいは、この手がかりトークンを生贄に捧げて2マナ使ってカード1枚引いてもいいかもね。あー、土地がなくなったからね。あ、じゃあ引いてみます。そう、5枚の土地が欲しいから。ここでね、大事なのが、はい、手札の色が青と赤やから、一番いらんの緑なんよね。あ、緑いらないですね。だからここの2個を使って、あ、賢い、はい、そう、手がかりトークン生贄に捧げます。生贄です。じゃあカード1枚引きましょう。はい、邪魔します。はい、で、手がかりは生贄を捧げたので、能力が誘発して、いいの、お、いいの来たね。はい、じゃあそれも出しましょう。土地、土地を出しますね。はい、この土地はね、テキストにね、タップ戦場に出るって書いてあるんで。あ、じゃあタップしてるんですね。そう、タップしてんね。だからこのターン使うことはできないよね。はい、うんうん、使うことはできないけど、でも次のターンから山と島と同じように赤と青を見つことができるので、なかなかお得な土地です。はい、で、土地を置いたので、また手がかりトークが出てきます。はい、はい、じゃあ、攻撃宣言してみましょう。さっきのように。え、攻撃、うん、今ね、こいつ 3-2 で、うん、さっきのターンは、3-2 のままやったから、この 2-2 に打ち取られてたけど、今 4-3 になってるのよね。はい、で、4-4 にもなってるから、この2体で攻撃してみましょう。この2つですか。はい、じゃあ攻撃します。はい、そいつとそこでアタックしました。それはね、3-2 やねんけど、プラス1プラス1カウンターというのがあって、はい、ここの数字にプラス1プラス1されてますよっていう状態。うん、だから今は、あ、そういうことか。そう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 、4-3っていうサイズになってるんだよね。あー、わかりました。さあ、ホム君苦しいですけども、どうしますか。はい、じゃあ何もせずにそのまま8点受けます。はい、じゃあ8点受けると言ってるので、マジックはこうやって攻撃した後に、はい、相手が何も しませんって時にちょっとアクションが取れたりするんよ。だからここでさらに2マナ払って、うんうん、今出てる手がかりを捨ててドローしてみましょう。はい、はい、じゃあ手がかりを生贄に捧げました。生贄に捧げました。はい、ドローしてください。ドローします。で、手がかりを生贄に捧げたので、こいつの能力がまたバントを切って数が増えました。増えましたね。だからホムは8点って言ったけども、実際にここで食らうのは4点と、3点にプラス2で全部で9点ですね。はい、ごめんなさい。ボコボコやね。はい、残6です。はい、残りライフ6点。はい、で、もうキーちゃんはプレイできるものは何もないので、はい、ターンエンドですね。ターンエンドです。はい、じゃターン入ります。アンダップアップキープドロー。うん、フォン先生しんどいね。でも土地がいっぱい出てる。そっちの方が多いよ。フォン先生は一旦止まったからね、土地が。うん、うん、じゃあこれでこれの能力を起動して赤マナを出します。はい、赤マナ出ました。で、全部で5マナ。はい、5マナ。お、強いのは出てきたんでは。ここに5点ダメージを与えます。おー、あ、はい、ハイトカス5点ダメージ食らったので死んでしまいましたね。あー、強いのにごめんね。はい、はい、そう、まあしょうがないね。
これはダイスどけて、で、死んだクリーチャーは、はい、とかああいうふうに使ったカードっていうのは墓地に行きます。墓地大体はこのデッキの下に置いて墓地扱いするんだけども、はい、そのカードは墓地に行かずに追放するっていう、わつまりあの墓地に行ったカードは例えば蘇るんですよね。そう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 、蘇らせるカードとかあんねんけど、追放はもう二度と帰ってこれません。わー、なのでこのデッキの上にこうやって置くと分かりやすい。分かりました。はい、追放されてしまいました。いいカードが。はい、じゃあターン終了です。はい、はい、ホム先生これターン終わりました。じゃあアンタップして、はい、戻します。はい、カード引いてみましょう。はい、ドローします。さあ、実は、ホームライフが、ホーム先生のライフが6やんね。気づくでしょうか。実はもう、ピューラ的には勝ってます。え、あ、4。じゃあ、この4と1があるから5点あるのはわかるよね。5点で、なんであと1点どこにあるの。手札をよく見てください。手札、このカードの、ね、テキストを読んでみて。クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象とする霊魂派。うん、このカードの名前ね。霊魂派はそれに2点のダメージを与える。はい、ということで、はい、じゃあ攻撃してみましょう。え、とりあえず攻撃してみよう。その2人で このうん、そこで攻撃してみよう。はい、攻撃、1、2で、攻撃宣言して攻撃します。はい、これはそれはまだ大丈夫。はい、はい、攻撃しました。はい、でホムはクリーチャーが寝ているのでブロックに参加できません。はい、なので食らうしかない。はい、じゃあ5点受けます。はい、5点受けて残り1点。1です。はい、で1って言われて、はい、自分の番が回ってきて、はい、じゃあこのカードホムに向かって打ってみましょう。あ、じゃあ必要なマナは赤マナ1個と残り何か2つです。赤マナとどうしよう、2つ。まあもうね、勝つから適当でいいよ。本当ですか。じゃあこれを3つですね。はい、3つタップして、霊魂派を出します。はい、霊魂派はインスタントやね。だから場に出るカードじゃないんよ。お、さっきのホームみたいに墓地に行くカードやけど、うん、ホームに向けて打ちますって言って、ホームに向けて打ちます。はい、はい、じゃあホームに2点のダメージが入りました。これでホームのライフが0になって、あ、はい、初めてのゲーム見事勝利で終わりました。 ありがとうございます。はい、お疲れ様。デッキ強いね。これ、圧倒的に強いね。ホムも一緒？ホムはちょっと違うデッキ。うん、僕がもらったパックで作ったデッキですけども。あ、そうなんですね。うん、いや圧倒的やったわけだけども、こんな感じでお互いのライフ20点削るゲームとなっております。へー、やってみてどうやった？いや、なんか分かったらこれ楽しいのでは。うん、今までの授業で教えたことをちょっと思い出しながら、はい、じゃあ次回みのりんに向かって、緊張しますね。頑張っていこう。いや、このコソ連のさ、おっきいんちゃうか。本当です。来週みのりんに僕腹殴られるかもな。本当です。なんでキーちゃんだけなとか言われるかもしれんから。でもまあまあ、お腹丈夫そう。まあまあ、お腹丈夫そうや。丈夫そうだし、そう、ね、仕事ね、腹筋で守られてるお腹やから。気張るんだ。多少はね、多少はね、昔したからね。そっか。そこで感動するんや。はい、というわけで初めてのゲーム、楽しそうでしょ、なかなかね。なかなか、うん、思ったよりなんかもうちょっと難しい、もうちょっとというかまあ難しいんですけど、うん、めちゃくちゃ複雑なわけでもないやろ。そうですね、うん、やってることは結構シンプルね。うん、ただこれがどんどんやっていくと、はい、もっと高度なやり取りになってきたりするから、難しそう。それはこれから先覚えていきましょう。はい、というわけで、今週は、キーちゃんのコソ連、あ、コソ連ですか、アリサがキーとコソ連レベルアップお届けしました。はい、じゃあまた来週。また来週、ありがとうございました。バイバーイ。